場外でもお耳に入れたいことが。ん？間に合わなかったか。当該殿、あなたはもう終わりです。生徒大衆、当該に反逆の意あり、そういうことになったんです。生涯殿、この地を我が物にする気だな。察しがいいじゃないですか。なら、おとなしく牢に入ってください。このことをお伝えしたかったのですが、今はまずここを脱しましょう。うん。あの裏切り者の息子なら、もっと賢いと思ったのだが。残念だよ、文王殿。文王殿。構えたなら範囲は明白。少子規が命じる。当該と文王を捕らえよ。